おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は長野県千久市浄土真宗本願寺派本学寺雲の紀恵さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします このラジオはノートマガジン「松本昇恵の北条庵」よりお送りします。 ございます。今日も、うんのきえさんと、おしゃべりをしていきます。はい、お願いします。ええ。委ねるっていう話、で、まあ、声の話もしてたんですけど。はい、うんと、まあ、多分、このラジオを聞いている人、まあ、だけじゃないか、誰でもそうか、人生には。まあ、ね。 変化の時期トランジションとかも言いますけど、はい、ありますよねでまあこういうお坊さんが喋るラジオをあの興味を持って聞かれる方にはもしかしたら普通の人以上にそういう渦、ね、中にある割合が高いかもしれないうんで海野、まあ、さん自身がそうだと思うんですよねそのまあ会社員アナウンサーとはいえ、はい、あの 会社員であると、うん、でそこのまあ檻から出て折はでも守ってくれる折でもあり折、うんまあの中にいる時はうーんまあいろいろつべこべ言いながら <laughs> <laughs>、うん、なんか上司の文句とかも言いながら働いているわけですけど、はいまあ、そこから飛び出して行った時に、うん、文句を言う相手もいなくなり、はいうん、あの かんない社会を憎んだりんあの政府を憎んだりしてもいいんですけど、はい、まあでも何,何をしてもいいんだけど結局なんか、えー、これ自分で何とかしていかなきゃいけないみたいなところに、えー、放り出され、はい、でうんそれってフリーランスっていうのは、まあ、経営者って と,とも言えるわけですその自分の生活、はい、人生なりわいをまあ自分でどうしていこうかなっていうことを考える、うん、でなんか最近その経営者の方と話をしたりあの、まあ、産業層として、うんはい、関わったりすること多いんですけど <laughs> <laughs> えー 経営者の人ほど、あのー、やっぱり広い視野でものを見るっていうことが大事で、うん、多分かつて、まあ、ちょっと前ですけど会社員だった時にはその檻の中で、うん、まあ檻の中の面倒くささとかいろいろありつつもでもまあ守られてもいて。うん そこがどうやって成り立っているのかなっていうところをそんなに深く考えなくてもやれちゃう,うそうですね。ねだけど実はそのお、まあ、放送局であったり、うんうん、そういう,かもう会社だから、まあ、スポンサーがいて、うんえー、株主がいてでまた、まあ、放送の仕事なのでやっぱ公共の電波を使っても。 そういう意味で社会との折り合いもちゃんと信頼も獲得しながらやっていくという、うん、でそれをどうするかっていうのは結構かなり広い目線が必要なわけですよね。うん、で特に最近の経営者だとあの今までは、まあ、そうは言ってもある程度ビジネスの環境が安定していて。 えー、業種も、うんえー、うちは運送業ですとか、うんえー、うちは、えー、通信業ですとかいう、はい、はっきりしていて、ゲームのフィールドがはっきりしている中での、えー、競争だったわけですけど、うん、今、フィールド自体がぐちゃぐちゃになってきて、うんえー、いや、うちは家電の小売りをしていますって言っていたところに、 アマゾンがやってきたりとか、はいえー、まあそういうことがね、あちこちで起こってくるわけですよね。うん、で、しかも、そのフィールドが混ざり合っていくだけじゃなくて、全体的に、なんかあのゲーム以前に地球環境がやばいぞと。ボードゲームをしているとしたら、ボードを乗せているそのう、地盤というか、 それ自体が溶けていく腐っていくっていくく腐っだからそこにも配慮っていうか、まあ、ケアをしながらどうやってこの社会全体を成り立たせてその中で、えー、自分の仕事を自分たちのビジネスを、えー、次世代に続け繋げていくかっていうことを考えなきゃいけないと。と でそうした時に多分、えー、そのまあ檻,檻の中っていうとあれですけど社員的な立場にいる人はそんなに考えなくてもいいしとりあえず自分のこととかまあちょっと周りの人との関係性のことを考えてやり過ごすことができるんですけど、はいえー、でも本当はそれを成り立たせているものは無数のものに支えられていて。 であのしかもそれがあの今言ったように地球環境のこととかとも通じていてでさらにはそれをそのじゃ環境のこと今 CO2 じゃ脱炭素、はい、言ってますけど炭素だけが悪いのかとりあえずは CO2 を減らしていこうまあいいでしょう。うん、でも 今のところそれが一つのこの気候変動を引き起こしている原因とされているけれども分かってないこともたくさんあってていうか分かってないことだらけですよね私たちは。この私の健康とかっていったところでえ自分の腸内細菌すら別に管理できてるわけじゃないし。 今こうして喋っているのだって腸内細菌に喋らされているのかもしれないしっていうぐらいね。っていう中にいてだからじ実は意外とその経営者とかってコントロール志向が強い人も多いんですけどうん、うん、ちゃんと社員を管理して、えー、業績を上げなければいけないと。うんうん、でも 今これから必要なリーダーシップ、まあフリーランスの人も含めてですけど、はい、それってその経営的なっていうか、この社会全体に眼差しを向けながら自分の仕事どうしていくかって考える人にとっては、うん、僕はその委ねる力ってすごい重要だと思ってて、よくよく見たらコントロールできこないものに囲まれているわけですよ。はい。まあそんな中で、 なんとかやっていくということは。委ねるしかないんですよね。うんうん、そっちをベースにして。やれることをやるっていうふうに。はい、うん、なんかその辺は。どうですか、よ、あの、<や>このね、浄土真宗は委ねる。そうですね。ねそれこそ。会社員をずっとしていて。お坊さんになろうと思って、うん。まあ、その一番最初の得度っていう、はい。 にに行っった時に絶対てていうう言葉とかを教えてもらうんですよね私はやっぱりそこが全然分からなくてそれまでの自分の人生は目標を設定してそこに向かって努力をしていく、うん、でその過程で例えばアナウンサーだったら1年目はこんな仕事がしたい 2>,、うん、2年目からレギュラーを持ちたいでそれが叶った叶わないっていうところで。 なんとなく自分で道を作って自分で成果を判断して目標っていうところにたどり着くのが当たり前だったし逆にその道筋を立てられない人って仕事ができない人みたいな扱いをされているように思ったんですね、うん、だから自分はちゃんと自分で自分の人生設計を考えて目標を持って5年後10年後には こうなっていたいただから今これをやるっていう思考でしかなかったので「うん、絶対他力」とか言われても「えっ何それ?」っていうそれって逆に「ダメなんじゃないか」ぐらいの感覚を持って、うんうん、自分の人生はちゃんと自分でコントロールしなくちゃっていう。うはい、って思っていて一番そこが <laughs> きっと浄土真宗としては一番大切なところなんですけど、うん、そこが本当に分からなく 買ったんですね、うん、で今もじゃあ腹落ちしているかと言われると <coughs> しきれてないところもやっぱりあるんですけどでもフリーになって一つ実感としてあるのは自分が売り込んだ仕事ってうまくいかないんですけど、はい、<laughs> あの知らないところで仕事が来たりするんですよね。うん、自分が全く声もかかけてなかったし 自分が会社辞めることも何も自分で言ってないのにひょんなことからこう仕事を頼んでもらったりとか、うん、あとはそのフリーランスのライターをされている石戸悟さんっていう方と番組ご一緒したことがあるんですけど、うん、石戸さんは最初はその仕事を断らないようにしたっていうお話をされてて、うん、で私もあっ <laughs> そうしてみようかなって思ったんですけど自分がこれをできますとかこれだったら私自信がありますまあそれはあったとしてもやっぱりそこだけ売ってたら自分で自分のそれこそ枠を作ってしまってはい、はい、狭いことでしか、うん、自分の発想の中でしか物事が進まないけど、うん、<laughs> なんかこの仕事うのさんに 振ってみたらできるんじゃないじゃあ相談してみようかみたいな思いがけないところで話が転がっていくっていうことの方が今現状圧倒的に多くてそこはやっぱり面白いなって単純に感じますねうただ「これできますか?」って言われた時に自分のその支えになるのは「あこういうスキルがあるからなんとか答えられると思います」とか「チャレンジ」 できるかもしれませんっていう返事をするためにはベースとなるスキルってもちろん大事だし、うん、その自信があるものっていうのは作っとくべきだとは思うんですけどでもその自分で計画したことって実はあんまりうまくいってなくって、うん、あのもう巡り合わせご縁としか言いようがないことって本当にフリーになってからはありますね。うんうん、でやっぱり 父も住職浄土真宗の僧侶なので、うん、父の方がやっぱりそういう考え方はもうものになってるというか、うん、父も施設を経営していたりっていうこともあるのでで父は障害を持つ方の施設をしてるんですけどやっぱり人と一緒に生活をしていく という仕事で人を相手にしてたらやっぱり管理なんてできないですし、うん、どういうふうに物事が転がっていくかなんてやっぱりわからないっていうのをおそらく父住職はすごく実感してると思うので、うん、なんか私が「大丈夫かな大丈夫かな」とか「こんなやめたけどどうしよう」ってなっててもなんかまあまあな,なんとかなるよって、うん。 いう温度は父の方が高いので、はい、なんかそこはあ話をすると楽になるなって思うことがありますね。うん、うん、そうですね。うん。結局自分が思っていて描いていることなんて本当自分の世界でしかないんだなっていうのは実感してます、ね。そうですね。うん。うん、なんかあんまりいい。 夢を持って夢を持ってっていうのもね、はい、なんかどうかなって思うんですよゆその夢に自分をその人を閉じ込めちゃうんじゃないか、うん、夢が折になることって、はい、よくあることだと思ってそうですね、うん、そうですねだから夢を持てっていうよりは、うんうん、むしろまあも持つなら 今の自分が想像できないようなものになりたいみたいなうそういう夢、もっと思いがけなさを招き入れるような夢を持ってほしいなっていうのは結構まあ若い人と喋る時とか言いますけどね。そうですよね。そのそれこそ私が就職活動をしていた頃となんかすてが逆になってた方が。 いいいんじゃないかってそれこそじゃあ3年後どうなってたいんだ5年後どうなってたいんだっていうタイムスケジュールのこう短さっていうのもちょっと気になっていて、うん、もちろんそれ自分が社会人1年生とかだったらえそんな3年後5年後のことなんて分かんないよって思うんですけど今となっては3年5年ってやっぱ短すぎるし。うん そのスパンで刻んで目標を作っていったら会社員続けるの嫌になっちゃうと思うんですよね。<ー>だからもっとなんか時間の感覚っていうのがもうちょっと長く見積もってもいいんじゃないかなっていうのは最近すごく思っていてそれは会社員をやってるともう毎日毎日明日 明日ちゃんと出社しなきゃいけない。うん、明日この仕事をするために今日この仕事を片付けなければいけない。ってなるとやっぱり体も無理をするし、うん、出てくる発想もすごくこう短いスパンの発想なんですよね。で,ねで私があもうちょっとなんとかできないかなってずっと思っていたのはレギュラーの仕事をたくさんいただいて毎週毎週オンエア ができるっていうのはすごく幸せなことだったんですけどあまりにも情報を消費してるように自分が感じていて嫌だなって思うことがあってこのラジオのこのコーナーで喋るために映画のことをすごく一瞬で勉強してで1回のオンエアで出したらもう次の週にまた新しいことをインプットしてアウトプットしなきゃいけないっていうその。 インプットアウトプットの期間がもう短すぎてしまって。はい、マシーンになってそうなんですよね。だからそこも、いや、この映画見て、例えば1週間寝かせたら、どうやって喋ったかなとか、うん、なんかあまりにもこう時間のスパンが短すぎて、苦しいなって思うこともあったし、なんかそれをフリーランスになったら、もうちょっと時間に余裕を持って、 物事と向き合ってみたいなでその隙間があるときっと誰かが関わってきたり入ってくる余地余白みたいなのがきっとできると思うんですよね。うん、でそこから何かがつながったりとか、うんうん、なんか委ねるっていうことともうちょっと時間的な余裕を持てるとなんか仕事の仕方とか。 物事の見方ってまた違うんじゃないかなっていうのは思いますねうん、うんうん、ですね、うん、今日はこの辺はい、はい、ありがとうございました いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ「radio.templemorning.com」com ドネーションのページをご覧ください ここからは音の巡礼のコーナーです全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も

情本来おとけなり水と氷のごとくにて水をなれて氷なく主情の谷おとけなし主情近きを知らずして遠く求むるかなさよ 例えば水の中にいてかつお酒ぶがごとくなり、長者の家のことなりて、頻璃に迷うにとならず。六周輪寝の因縁は己が愚痴の闇字なり、闇字に闇字を見添えて、いつか障子をなるべき。 それは火炎の禅情太は翔体をするにあまりあり、せやじかいの書原密、念仏三栄修行と、その品大きい所禅行、皆この地に行するなり、 一座の子をなす人も、罪し無料の罪滅ぶ悪衆いずくにありぬべき、日のすなわちとからず。片付けなくも、このノリをひとたび耳におる時、三端追気する人福を含ること、鍵りなし。 岩屋自らへ越して時期に自書をしはずれば辞書すなわち無書にてすでに結論をなれたり。因は一女のもう開けもに無算の道直し、無双の僧僧として行くも帰るもよそならず、 無念の念を念として歌うも舞うものりの声、三昧無限の空広く支援明の月さえん。この時何もと無明き弱滅厳然するゆえに、当初はすなわち連華国、

松本商家の北条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう